今やもう日本に残るね素晴らしい文化遺産ともいえるキャバレー白馬ホワイトホース、もう前回ですねあそこでイベントやったんですけど、本当素晴らしい店内の様子で、かつてのねなんかエレガントな文化の名残ですね。いやあそこで本当にイベントやったんですけど素晴らしかったです。本当に、本当に大人のエレガンスの世界ですね。八千代にある文化遺産ホワイトホース、ね、前回ここでイベントやって本当楽しかったんだよな。まあ、なんか本当に昔のハリウッド映画の世界なんですよね。ホールがあって、ソファーがあってですね、ダンスを取る、フロアがあってですね、でそこで、おそらく昔楽団があってライブミュージックがと考えられていて、本当あの昔映画で見たような世界なんですよね。ですからなんか、もっと日本が大人の洗練された文化というものに、非常に人々の関心が向いていた頃の時代の名残というかですね、ですからあの黒澤明の映画とかに、出てきたりしますよね。そうですね、例えて言うならば、例えばあの生きる中でその、ダンスホールのシーンが出てきますけども、ああいう映画の中で捉えられている、ものですね。そういう時代の、香りがこのホワイトホースの中にあるということで、八代にこのホワイトホースがあるってもういつまで続いてくれるのか分かんないということで、まあなんかね折があったらなんかのいろんなイベントで使うということが一番大事な、動態保存というかね、こういうものやっぱり人々がその中でその空間を経験するってことが大事だと思うんで、八代のホワイトホース、もし機会があったら皆さんも、ぜひ来てください。地元をね山口さん、またなんかここでイベントやりたいですね。ぜひぜひ、こういう文化遺産はどのようにして残していけばいいのでしょうか。本当に貴重な文化財だと思います。八千代のホワイトホースです。